あ、はいどうも、おはようございます。バテマス協会でございます。ただいま9時半でございます。朝9時からゴミ捨てに行ってきました。さあ今日はこの後何時からになるかわかりませんけども、ちょっと水槽を運ぶ用事がございますので、さっさと昼飯がてら飯を食って、そしてまあゲームをしながらその時を待ちたいと思います。昨晩は晩酌動画を投稿しておらないのは晩飯すら食っていないからです。昼飯が思いのほかに溜まっておりまして、夜になっても全く腹が減らず、はい、取らないという結果となりました。楽しみにされていた方々、もしいらっしゃいましたら誠に申し訳ございませんでした。というわけで、そんなパテモソ、朝そんな昨日ね食べてないんでお腹がぺっこりでございます。メガネも曇りでございます。はい、うん、曇るなぁ。さあ今日はですね、ミニストップに寄ってまいりました。はい、恒例ミニストップでは恒例のお弁当変虫がいますね。よし、今ねたるってます。まあ、たるってる時点でお察しだと思うんですけど、やっぱちょっと高なってたな。430円ぐらいになってたんかな。これとこれ、あら美味しそうですね。屋台な感じ。これも前にちょっと食べたことありますけども、本日のお供はじゃじゃーん、じゃじゃーん言うほどでもないけどね。はい、このラベル見ね、これ見栄えか。じゃじゃーん、焼きそばとタルタルレッドジョイ。焼きそばが280円、まあ、約300円ですね。でお弁当が430円ぐらいなので合わせまして700円ぐらいです。いただきまーす。マスクしながらでは食べられませんけども、マスクしてからメガネ曇ったんかな。豚バラ肉がちゃんと乗ってますよ。いいね、この野菜、屋台っぽいやつね。ほんとなんか、最近喉がね、調子良くない。歌詞じゃなくてよかったわ。うん。ああ。うまいな、この安っぽさ。この豚バラ肉のね、脂のチープさがまたうまい。あ、これうまいわ。下手したら、たまにまあ、前ね、厚切りのトンカツと食べて、トンカツと一緒に食べてた厚切りトンカツ、トンカツ弁当と食べてた中の焼きそばよりこっちの方がうまいかもしれん。ミニストップさんやりますね。うん。麺が絶妙。パサリ具合がね、ちょっとパサってる感じが絶妙。うん。え？この辺まで。そこ。ご飯はこの辺ぐらい。こういうとこでコスト削減していかなあかんじゃな。わかるかな？ご飯だと。これぐらい。うん。まあ朝飯にはちょうどいいか。うん。あ、明太子うめえわ。
これ何やろ野菜炒めだから。うん。野菜炒めっぽいね。でもそんなに美味しくないかな、今の野菜炒めは。今夜のね晩酌っていうか夜にね食いたいままをねミニストップで買ってきた、まあ、一品だけですけどね。今からこれちょっとスーパーで買い物行くんですけど、そこでまだちょっともう一品ぐらい買って、今日はビール 500ml 1本買ってね、また明日から仕事頑張るぜっていうね感じでやりたいと思ってますんで、うん、まあまあ。13種類のスパイスを使用、ソース焼きそば。ミニストップ。どこで持ってんのかな、これ。うまいなぁ。B 級感がたまらん。これね、ペヤング食うだけどね。やっぱペヤングとは違うね。じゃあカップ焼きそば自体はまだカップ焼きそばじゃない。まだ別ジャンルですからね、多分ね。焼きそば風なだけで。俺は思ってんのね。あれ別ジャンルだなと。焼きそば風味の何かやな、焼きそば風混ぜそばやな、でも非常に満足度ありました。最後の明太子の部分も美味しかった。というわけで、パチモソ協会本日は、朝の9時半から、ミニストップのお弁当と、そして、焼きそばをいただきました。大変美味しゅうございました。というわけで、買い物して帰りたいと思います。ごちそうさまでした。皆様も良い一日を。今日はいい天気ですね。ごきげんよう。ほな。